2779円で iPad Air 4をですね、グッと便利にするツールを2つ紹介したいと思います。こんにちは、戸田悟です。今回は iPad Air 4向けの動画ですよ。予算3000円以下でより使い勝手をアップしようというですね、試みです。このぐらいの金額でも結構良くなっちゃうんですよね。ということで2つのガジェット紹介しましょう。それでは予算3000円以下、実は正確に言うとですね、2779円で iPad Air 4をですね、グッと便利にするツールを2つ紹介したいと思います。1つ目はこちら、これプロケース iPad Air 4というですね、またケースって名前ちょっとややこしいですけどね、プロケース iPad Air 4ケース、ちょっと名前良くないですけどね、はい、というケースで、これ999円なんですよ。なんでこんなケースを僕が買ったかっていうのはちょっと後で説明しますが、999円でこんないろんな色が選べます。色によって値段違ったりしますけれども、まあ、僕が買った時は999円でした。で、皆さんが買う時はまあ1399円かな、あとは色によりって感じなんですが、好みの色が選べます。はい、ということで最初にまずこちらを紹介しましょう。はい、こちらがですね、僕が愛用している iPad Air 4なんですけれども、まあ、このようにマジックキーボードをつけて、自宅とか事務所では使うことが多いんですね。まあでも皆さんあんまりマジックキーボード持ってらっしゃる方少ないと思いますし、僕もこれマジックキーボードって最大の欠点が普通に使えないっていうか、このタブレット的に使えないんですよ。こういうふうにひっくり返らないので、なので単体で使うときはこうやって取るわけですけれども、まあこれだとちょっと嫌ですよね、傷とかつきそうで、ということで、じゃあですね、アップル純正のこのカバーを買おうかなと思ったんです。つまりマジックキーボードなしで持ち運ぶときとかにはこういうカバーがやっぱり欲しいので、とこのカバーは非常に出来がいいんですが、周り丸出しなんですよね。なので周りが傷つく可能性があるので、どうしようかなと思いつつ、まあ僕的にはそんなにカバーの利用頻度も高くないんですよ。で、安くていいカバーないかなと思って見つけたのが、先ほど紹介しましたこちらなんですよね。こちらプロケース iPad Air 4ケースというやつなんですが、でこれですね、もうこれ今届いたんですけれども、まあこんなむき出しで届きます。まあ別に全然箱なんかなくてもゴミが増えるだけでいいですけれども、で、まあ、このケースがですね、これも1000円以下で僕は買いました。まあ色によっては1200円1300円すると思うんですが、でこちらのケースはこのように持ち運ぶときにエアフォーをここに入れてですね、はいはい、もうこれで、まあただのケースなんでこれだけなんですが、ちょっとですね、チェックしていただきたいのが、まず、周り覆ってるんですよ。まあ、ここはアップルペンシルがつくところなので、このようにですね、アップルペンシルがつくところなので、開いてますけれども、まあ、周りほぼ覆われてるので、ほぼ傷つきにくいだろうと、こういうのが一つですね。で、まあ、見た目これ、純正のケースと近い形で、まあ、シンプルなのでいいですし、後ろも覆ってるんですよね。なので、全体的に傷がつきにくいというメリットがあります。はい。はい、でですね、これ開くと電源入るっていうですね、まあこれ純正のケースと同じで、これ非常に便利ですよね。まあタッチ ID 使って指紋センサー使わないとまあログインはできませんけども、でこれ後ろにですね、こう三角形にして立てるとこのようにスタンドにもなると、まあこれ純正のケースでもなるんですけども、まあ1000円ぐらいでこれだけできれば文句ないですよね。で使い勝手もまあまあまあいいというか普通というか文句なしです。はい、ではい、でこんな形で利用できます。で持ち運ぶときにはこうやって持ち運べばいいということになります。でさらにですね、これ後で紹介しますが、フィルム貼ってあるんですけれども、ケースの縁がですね、画面の中に侵食っていうか入ってきてないので、フィルムも影響しません。よくケースのサイズがちょっとフィルムと合ってないと フィルムが剥がれちゃうことあるんですが、まあ、そんなこともなく使えているので、ちょっと音うるさいですよね、パターンってね、磁石でこれくっついてるんですけれども、まあ便利に使えてます。値段も十分だと思います。ちなみにこれさっきからお見せしている純正のスマートフォリオなんですけど、まあ、非常に出来は良くて手触りとかもいいんですけれども、価格はですね、なんと8500円するんですよ。これちょっとやっぱりね、吉成さん高くない？気軽に買えないよね。もちろん僕も買ってるわけだけども、プロ用のですねを買ってるんですが、やっぱり1000円ちょっとでもいいかなって方も非常に多いと思うんですよ。でもちろん、Air 4以外でも使えるので、結構これの方がまあまあ割り切れる方にはおすすめじゃないかなと思います。ただ脱着がちょっとしづらいですね、純正のですね、こちらのケースはスマートフォリオは磁石でくっついてるだけなんで脱着しやすいです。だからこのカバーと、マジックキーボードで
しょっちゅう使い分けるときにはこちらの方がいいかもしれません。まあ、ちなみにですね、僕がなんで、マジックキーボードを取り外して持ち歩きたいかっていうところ重いんですよね。マジックキーボード単体で 599g なんですよ。これ iPad より重いんですよね。なのでこれは使うときだけ本当に持ち歩くか、あとは事務所でずっと使ってるという感じです。で、こちらのですね、純正のケースは 177g と軽いですね。でこの1000円台のやつも実は 233g、 もうほとんど使っちゃえばほとんど重さの差は感じないくらい、まあ、軽いです。まあそんなに違いはないという感じですけれども、まあ十分実用性高いかなと思います。はい、ということ でこのケースですね、外付けのキーボードを使うときにも結構向いてるんじゃないかなと僕思ってるんですけれども、こんな形でですね、まあスタンド的に立ちますので角度調整できないのは残念ですけれども、でこれ別の動画でも紹介しましたけれども、こういったですねタッチパッドがついているキーボードなんかを組み合わせて使うと、まあマジックキーボードみたいにスマートじゃありませんけれども、もう便利に入力もできると。で好きな位置にこう置くこともできるわけです。はい、続いて紹介するのはこちらなんですけれども、ニマソって読むのかな、 NIMASO、 まあ中国のこういうブランド名前の読み方がいつもわからなくて困っちゃうんですけど、すいませんということ でこちらのガラスフィルムを紹介したいんですが、まあその心は後で詳しく紹介しますけれども、こちらの価格は、僕が買った時で1780円なんですが、クーポンを利用したりするともうちょっと安くなります。でこれ 10.9 インチ11インチ、つまり iPad Air 4とそれから iPad Pro の11インチにも使えますし、まあ、他のサイズの iPad 向けもあります。値段もちょっとずつ違いますけれども、iPad Pro の 10.5 インチとか、こちらは iPad の第8世代ですね。で、こういったのにも使えます。で、このフィルムが何がいいか、ガラスフィルムなんですけれども、何がいいかっていうところを含めて後ほど紹介しますが、まあ、2つ目はこれ。ということで、両方合わせて2779円。まあもうちょっとこう値引きとかクーポンとか使うと多分もう2600円とかぐらいで買えちゃうと思うんですが、それで iPad が結構使いやすくなるということをちょっと紹介していきましょう。はい、でもう一つ紹介したいのはこちら、ニマソって読むのかな、すいません、さっきも読み方の話しましたけども、のガラスフィルムですね。実はすでに貼ってあります。でもうこれ貼り終わった残骸というか跡なんで、この辺も蓋も開いてますけれども、まあ中に入ってるものはこれフィルム本体ですね。もうこれ剥がした後ですけれども、フィルム本体とそれからウェットタイプのクリーニングクロスとドライタイプのクリーニングクロス、ウェットタイプで拭いてからドライで拭くと綺麗になりますね。でこの気泡を押し出すものとか、あとはですね、布のクリーニングクロス、はい、これも併用できますし、それからこちらはですね、ゴミをガラスフィルムの裏側についたゴミをこう入れてペッと剥がすようなもの、これも使わずに綺麗に貼れました。でこれがついているの僕結構重要だと思っていて、これ何かっていうとですね、このフィルムを貼る時のガイドなんですよ。はい、でこちらをですね、ここに合わせて iPad にこう合わせて、でこの縁がこう高くなってますから、そこに合わせてフィルムを置くと本体とずれずに貼れると、これがついているのが結構いいと思います。はい、でこちらは iPad Pro です。で Air 4の話を今回中心にしますが、まあ、Pro も同じことなんですけれども、これ Apple Pencil で書くときに非常にこうレスポンスよく快適に書けるんですが、やっぱりですね、画面がツルツルだと紙に書いてる感じがちょっとしないんですよね。まあ、ちょっとこうネトッとした感じで、まあ、うまく書けるんですが、書き味がやっぱり紙に近くないと、小さな文字とかを書くときにちょっとなんかこう滑るというか、そういう感じがするわけです。でということで今回はフィルムを貼りたかったんですが、実は僕今までにもいろいろなフィルムを貼ってきました。はい、でこれですね、 iPad Pro の 12.9 インチ、僕は普段使ってるやつなんですが、これですね、ペーパーライクフィルム、ガラスフィルムではない普通のこう樹脂のフィルムを貼って使ってるんですが、最初綺麗だったんですけども、短期間に結構見た目汚くなっちゃうんですよ。やっぱりこれ普通のフィルムだと削れてきたり、なんか汚れがついて拭いてもなかなか落ちなかったり等々があるようで、なんかですね、まあ電源入れちゃえばこうあんまり気にならないんですけど、なんか美しくないんですよ。であと当たった感じが非常に紙に近くていいんですが、これちょっと書くともう傷ついてるの分かる？見えるかな？写ってないかな？でもこう傷がつくんですよね。でそれ拭けばこう取れたりするわけですよ。つまりこっちが削れてるってことなんですけどね。はい、で結構このペーパーライクフィルム書き味はいいんですが、なんかちょっといまいちだなと。でさらにちょっと画面もですね、かなり暗くなるような気がしちゃう。実はそんなに暗くなってないんですけども、反射の影響なんですけどもね、暗くなるような気がしちゃうわけです。
ということで、今回これガラスタイプのペーパーライクフィルムを貼ってみました。こちらですね、滑りの紙っぽさは先ほど紹介したペーパーライクの普通の樹脂のフィルムの方が紙っぽいですが、これも十分ですね、ペンの止まりというか書き味いいですし、はい、で均一な美しさ感があって非常にいいと思います。でかつこれアンチグレアになってるんで今映り込み非常に少ないと思うんですが、やっぱりですねこういった光沢のまま使うのとでは全然映り込み違うと思うんですよね。でしかもこれ iPad Pro の11インチは非常にこれ表面のコーティングが素晴らしいです。なので映り込みを抑えられてますが、エア4もですねコーティングされてるんですが若干映り込みするんですよね。でこのフィルムをガラスフィルム貼っちゃうと映り込みが少ない。であと均一に結構ねつらっと美しいんですよ。さっきのもう何度も同じこと言って恐縮なんですが、全然違うよね吉野さん、わかる？表面の汚さ感というか綺麗さ感というか、上の方はなんかムラっぽいでしょ。こっちはムラが全くない綺麗な感じで、まあ、貼れるということで、まあ、ガラスフィルムのアンチグレアって結構探したけどほとんどないんですよ。で今回紹介したこの二マソなのかな、読み方すみません分かりませんが、はアンチグレアのガラスフィルムなので、このように結構快適に僕は使えるということで、僕としてはまあ結構おすすめかなというふうに思います。書き味も全然変わらないですしね、はい。簡単に比較的、いわゆる樹脂のフィルムよりもガラスフィルムの方が比較的貼りやすいかなとも思います。で僕はいつもですね洗面所とかで貼ってます。風呂場で貼るという方も多いんですが、ホコリがなければいいので洗面所もあまりホコリないと思いますので洗面所で貼っています。以上 iPad Air 4向けのツールガジェットを2つ紹介しました。チャンネル登録もよろしくお願いします。